はい、皆さんこんにちは、ワナリルビシです。では今回は提督の決断する日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。まずはね、大王本営会議から参加していきましょう。でこれに先立ってですね、兵器の開発に関しては火炎放射器だったり焼夷弾、そういったものが開発新たにされてますので、攻撃力はねさらに増しているのかなというふうに思います。ではまず外交から見ていきましょう。もはやね、日本一強という状態なので、まあ、他国に忖度する必要は全くない状態なので、まあ、交戦している国に関してはもう何もしない。でソ連に関しては一応ね、軍事協定の締結を申し入れましょう。タイは事務レベル、ドイツも何もしない、これくらいで十分かなと思います。中国とはすでに講和済み、アメリカ、イギリス、オランダ、オーストラリア、この辺りは敵国ですからね、もはや向こうから降伏させてくれと言ってくるまではもう勘無視していきます。で今回は作戦目標をね、どうしてもニューヨーク、ワシントンに、陸軍、海軍共同で持っていきたいので、もうこの辺りはね、譲歩しまくりましょう。で作戦目標のところだけ、とにかくねこちらの意見を頑強に通していくというのを、目論んでいきたいというふうに思います。はい、外交交渉はもう何もしない、これ大蔵大臣が言ってきた内容なんですけど、もう僕のスタンスに近いですね。ではここです、作戦目標。ここは絶対にこちらの意見を通したいので、新しい作戦、総理大臣はコロンボの占領を海軍で、ニューヨークの占領を陸海、これはまあアグリーギリギリできるかなっていう内容ですね。参謀総長はこれ話にならないですね、コロンボ、ポートダービン、タウンスビル、それぞれ海軍、陸軍、陸軍で占領と。大蔵はこれも今更ブリスベンとかちょっと微妙ですよね。外務大臣はコンベ、これの破壊、ポートダービン、パルミラの占領になっています。じゃあ僕の案ですね、攻略目標、アメリカ東海岸、まずニューヨーク、これの占領、陸海で続いてワシントン、これの占領、陸海で、あとまあ一応シドニーの占領、陸海でやるかどうか、どうかな。これをやるとなるとオーストラリア大陸の方に海軍も派遣しなきゃいけなくなるので、これ陸軍に任せましょう。これで勝負だ。いやでもな、オーストラリア今更攻める必要あったのかな。もし意見を言えるチャンスが来ればオーストラリア攻略は取り下げましょう。ここは通したい。さあ言わしてくれ我が意見。総理の発言なんてもはやどうでもいい、こちらの意見だけを通したい。発言のチャンスがないか。裏取引もう7分なんで使っちゃいましょう。拒否られるか。外務大臣は OK、 大蔵が拒否、これだったらいけるんじゃないかな。あと5分、総理大臣がニューヨークの陸海は OK ですからね、時間稼ぎされてこれで決。提案4つです。これは自分の案に通りますね。軍令部総長、つまり僕です。ここに外務大臣が賛成してくれるのでこれで決まりですね。まあオーストラリア攻略は余計だったかなという気はちょっとしますが、まあこのまま、シドニーを陸軍で、ニューヨークワシントンを陸軍海軍で占領していきましょう。で特別予算ですね、もうこの辺りは海軍の
イケイケどんどんでいきましょう。まあ、ただ、陸軍にもね、今回頑張って働いてもらう必要はあるので、まあ、陸軍にも予算をある程度つけてあげられるような石膏案をね、出していきたいと思います。まあ、ズバリ、1万5000ずつ割り振っていきましょう。では、僕の案ですね。海軍費1万4000、陸軍費1万4000、以下ご覧の通りになっています。まあ、陸軍、海軍1万4000ずつ痛み分けですね。はい。予算配分はご覧のような形に決定しています。まあ、海軍費、陸軍費ともに、僕の提案した案から2000ずつ削られてますが、まあ、御の字かなと思います。まあ、外交費が4000に上がって、技術費が少し下げられているという以外はね、おおむね、希望が通った形になっています。では割り振りですね。コメントでね、情報技術費もうちょっと上げた方が良くないですかっていうね、コメントをいただいているんですが、もうここまで来るとね、もうそんなことはさておいて、とりあえず、がむしゃらに金を使っていきましょう。これで割り振りを終えます。で、物資配分ですね。総理が2万1000、2万4000、1万5000の割り振りです。参謀総長はやっぱり陸軍にね、お金積みますよね。で、大蔵大臣がご覧のような金額設定。で、外務大臣がご覧のような設定になっています。まあ、バランスが取れてそうですね。まあ、ここは2万ずつ振っておきましょう。まあ、どれが通ってもこの条件だったら、まあ、戦えなくはないかなという状態にもうなってますからね。あとはひたすら、ニューヨーク、ワシントンを目指しましょう。で、ワシントンで言うとですね、海軍の戦艦とかで砲撃ができない場所にはなっているので、ニューヨークに上陸して、ニューヨークからワシントンを目指すルートと、今、東海岸から陸戦隊が、せこせこ頑張ってくれてるので、まあ、そこにですね、うまく、合わせて、進撃できればですね、割と早く陥落も可能かなというふうに思ってますので、まあ、効率よくね、陸軍、利用して、陸戦隊と共に頑張ってもらえればなというふうに思います。じゃあ、案は一応海軍、陸軍2万1000、2万4000の総理の案に賛成しておきます。これで総理の案に決定ですね。で、徴兵です。まあ、ここも今マックス値になってしまっているので、まあ海軍の方がこれ以上増やせない状態なので、もうここは陸軍に全振りします。僕の案は陸軍に10師団です。海軍の方はね、もう陸戦隊マックス値になっているので増やすことができないという状態になっています。まあ、ここもできれば僕の案を通して、陸軍に貸しを作り、かつ陸軍の戦力を、大幅に増やしておきたいな、というふうには思っています。ここ談判しておきましょう、大蔵。陸軍1師団なんてありえない。陸軍は最低10師団。これくらい投入しないとね。発言。もう一度10師団で再度提案通しておきましょう。裏取引に応じざるを得ない拒否カードを持っていなかったので、念のため陸軍10師団でもう一度出します。これで提案3つ。軍連部総長、つまり僕なんですね。賛成が1人、2人、3人決定ですね。よし。これで陸軍に10師団補充が可能という状態になりました。
では最後に兵器製造計画練っていきます。まずはいつものように航空機からですね、冷戦の21、52ともに数は揃ってるな。随雲も数は揃ってる。天山流星、石切り光の数を少し増やしましょうか。これくらいで数は足りそうですね。あとはそうだな、97の観光とかをもうやめて、その分銀河に増やせないか。観光に対しては観光、つまり流星しか無理だもんな。銀河を作りたい、もう立候補も止めてもいいかな。で200機ほど作りましょう、銀河を。でこんなもんで大丈夫だと思います。その分艦船の方に振りましょう。まあ、艦船もね、もう今更感はありますが、戦艦大和型、これを、まあ、2隻ほど建造しましょうか。そうだな、土佐。まあ、あの戦艦はね、あの帝国海軍の艦名をつける習わしからすると旧国名でつけるというのが慣例になってますからね。今坂とかいいかな。あとは海、相模、薩摩、薩摩にしますか。特に薩長に思い入れがあるわけではないです。空母ももう作る必要はないかなと思いますので、このまま行きましょう。で、あと小型の艦艇ですね。駆逐艦、巡洋艦に関しては言っても敵の航空機の攻撃で沈められてしまうことは多々あるので、数をねちょっと用意しておきたいと思います。で、スパイの潜入ですが、ニューヨーク、ブリスベン、シドニーに送り込みます。このままね、順調に攻略を進めていきたいと。まあ戦争の早期決着、まだ42年の11月なので、戦争の早期決着、おそらくミッドウェー海戦勝つことができていれば、こういうシナリオをね、山本五十六さんも想定してたんじゃないかなというような気はしますけどね。まあ実際にはもはやそれはもう誰にもわからない。まさにね、ミッドウェー海戦が全てを消してしまったわけなんですけども、ここはね、ミッドウェー海戦、ハワイ攻略、そしてポートモレスビーと順調に攻略をね進めることができた、まあ皆さんのねアドバイスのおかげだと思うんですけども、まあ、その成果を十分に生かしてですね、この後ワシントンを目指していきましょう。はい、では陸戦隊はこのまま、東海岸を目指してもらいます。各艦隊も東海岸、ニューヨークを目指して出撃してもらいます。で、一番進んでいるのがですね、陸戦隊第19陸戦隊がメンフィスまで来てます。このままワシントンまでシカゴ経由で入ってもらう形になりそうです。順調にね、進んでくれればいいなというところですね。あとは戦艦ヤマト第1艦隊、それに第4、第9艦隊が先行していて、ワシントン、ニューヨークを目指している状況です。で、後続の艦隊がですね、パナマ運河で補給を終えてものから出撃していまして、第6、第5、さらに第14艦隊がパナマ運河で今補給待ちという状況です。では時間を進めていきます。アメリカ軍はおそらくもう完全に壊滅している状態ですね。なんでこのまま歩を進めていきましょう。ニューヨークのスパイが逮捕された。まあ、艦隊を再編再構築している余力はもはやアメリカ軍にはないと思うので、あとは陸戦隊の頑張り以下にかかっているというふうに思っています。まあ、それでもね、艦隊は東海岸に向けて出撃はさせていきます。はい、パルミラ島沖で輸送艦隊が
アメリカ軍の第4艦隊に襲われているんですが、これは撃退できそうですね。アメリカ軍の巡洋艦1隻、駆逐艦1隻撃沈しています。味方の方は従順が1隻中破。ここはね、輸送艦の中に陸戦隊が乗ってるので、まあ、パルミラをもうこのまま取っちゃうというのも一つ手かなと思うので、せっかくいる陸戦隊を使って、ここはパルミラを取りましょう。まあ、確かにね、まあ、唯一というわけじゃないんですけども、邪魔なアメリカ軍の拠点ではあったので、ここを制圧しにかかります。第二陸戦隊を投入。もともとは輸送艦が、ロサンゼルスにね、向かっていたところになります。で、ハワイの方では航空隊を補充して最新鋭の第16艦隊。これはですね、昇格型の3番艦、4番艦、運格と計画が入った艦隊ですね。ここにですね、航空機を補充して、これも東海岸へ向けて出撃させていこうと思います。航空機の編成はいつも通りで大丈夫かなというふうに思いますので、補充していきます。まずは52型。これは直縁。そして21型。これは空母の護衛機ですね。空母から発艦する攻撃機、爆撃機の護衛機。まあそういう扱いになります。あと艦攻と艦爆。これを乗せていきましょう。これで十分かな。数を増やすんだったら、冷戦の21型。これ数を増やします。で、偵察機を4機ほど随分配備しましょう。これでいきます。同じ、機数編成で計画も設定しておきましょう。4機の偵察機。まあ、偵察機はもうちょっと本来はね、多い方がもちろんいいとは思うんですが、まあ、ここは攻撃力重視でいきましょう。で、艦爆と艦攻。これを積みます。水星、あとは天山。これでいいですね。では、このままハワイに出撃向かってもらいます。まあ、一応、まあ、偵察機っていう意味で言うと、随伴している護衛艦たちにも乗せておくので、足りない分はね、そこで、補填をしていきましょう。さあ、ニューヨークに対して第4航空艦隊の攻撃隊が向かっています。敵の直縁105。これ、第4航空艦隊の攻撃隊が壊滅しましたね。いや、ニューヨークの守りは硬いな。これ、第4航空艦隊一度どっかの基地に戻して航空機補充しないと話にならないですね。あとは戦艦ヤマトを突入させたとして、ヤマトが持ちこたえられるのかという不安も出てくるほどの敵の数。一旦いずれにしても、第4航空艦隊、航空機の消耗が激しすぎるので、一度ですね、一番近い基地で言うと、ニューオーリンズになるかな。ニューオーリンズに入って、ここで航空機を補充していきます。で、ヤマトと第9艦隊はこのまま、ニューヨークに突入。で、一方ですね、陸戦隊の方は次シカゴまで迫っている状態なので、シカゴ経由ワシントン、ニューヨークの攻略に入ります。はい、陸戦隊がシカゴの方に突入です。まあ、少しね、爆撃機がいるので、陸戦隊としても苦戦すると思うんですが、このままシカゴに攻撃を仕掛けていってもらいます。ニューヨークに第9艦隊が取り付いています。ただここでまた、相当な数の敵機と交戦すると
ということになりそうですね。爆撃機33機が来襲、アタゴが撃沈されてます。さらに従順鳥海が大破。ただ第9艦隊には、一応陸戦隊が乗ってますので、この陸戦隊でね、ニューヨークを一気に制圧していくという作戦です。シカゴでは第13陸戦隊とアメリカ軍の第11師団、これは陸軍ですね、これが戦闘中。この後続々とシカゴの方には海軍の陸戦隊が向かってますので、これで援護させてですね、シカゴを陥落させていきましょう。で、ニューヨークの方には第9艦隊が取り付いています。第1艦隊ヤマトももうすぐ取り付ける、そういう状態です。後続で第6、第15、第11、第5、第4の航空艦隊が向かっています。第4艦隊はニューオーリンズで航空機を補充予定です。はい、ではヤマトがニューヨークに対して砲撃。いや、これはもうマンハッタンに向けてね、日本軍の、しかもヤマトが砲撃を加えていくというのがまたセンセーショナルですよね。しかも敵の陸上兵力は1師団のみ。これはちょっと悩ましいところですけど、できればですね、ここは確実に削っておきたいので、飛行場2つをね、潰していきたいと思いますが、ちょっと長くなりましたので、今回はここまでにさせていただいてですね、次回ニューヨークにいよいよ帝国軍が突入するというところをね、お見せできればというふうに思っています。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。